らっしゃい。清水くん来ましたけど、まあ港が向こうなんで、じゃあ、はい、早速向こうに。まず最初にやってきたのは清水港、はい、ということで、ここに清水区広報キャラクターのしずらが待っていてくれてるはず。あれ、ちょっと待って待って、しずらは清水区に生息する恐竜のような生物。清水の市に方言のズラを合わせた名前なんだズラ。どうもしずらです。あ、しずらさんこんにちは。こんにちは。しずら喋れんのかこれ。めっちゃ可愛い。しずら喋れます。私初めて清水区に来たんですけど、はい、こうどういうとこがおすすめですか。清水区のいいところは、うん、温暖な気候と清水港の新鮮な魚介、うん、富士山が日常的に見えるところ。あげたらキリがないズラそうなの。キリが本当にないズラ。よく見てよく見て、横から見てズラ。ひらがなの死になってるズラ。あ、ここが反対側も見るズラ。反対側、うん、J になってるズラ。C でいいんだよ。篠宮が勝手に喋ってるだけでしょこれ。仰向けになったらつづらになるよ。うるさいな、もう。いいよ